ウダカマンダラムは、インド南部のタミル・ナード州にある都市。ニーラギリ県の県庁所在地であり、同県ウダカマンダラム郡の中心都市である。年間を通して冷量な気候を維持し、南インドでは珍しく、陶器には、降雪する都市があるなど、秘書地として親しまれている。また、環境保護のためゴミの不法陶器に対する罰則が、厳しく、路上も、インドとしては、 比較的清潔な状態が保たれている。ウダカマンダラムは愛称のウッディが略称として定着している。ウダカイという略称も用いられる。ウダカマンダラムは古くからイギリス人らに秘書地として知られていたが、音社された英語ではウータカマンドと発音される。タミルナード州西端のニーラギリ県の中央部に位置する。州内の主要都市までの距離を以下に示す。 ウダカマンダラムでは2001年の州、議会議員選挙ではインクの HM ラージュが当選し2006年の州、議会議員選挙でも同等のビンゴーパーランが当選したティーアルキーと呼ばれる小麦粉やらばセモリナ、ベー、ギー、砂糖、塩などでできたビスケットが有名であるチョコレートの生産も盛んで現地で作られたものをティーチョコレートと呼ぶ街には チョコレート博物館があるなど、一大産業となっている。ありがとうございます。